ゼルダの伝説風のタクト。はい、どうもキラマスです。今回もね、ゼルダの伝説風のタクトやっていくんだけど、前回鼻から俺に矢を支給する、支給する矢を出すボスと戦って、で海の下に潜ったんだっけ。鐘を鳴らして海の下に潜って、そしたらなんかすごい白黒の世界に来たみたいな感じで、であとは終わりかな。そこを探索するだけかな。じゃあ探索しよう。前回は俺マジでね、喋らなすぎた。本当にありえないくらい喋ってなかったような気がするもんね。腹立つな、さっきの横のやつ。え？止まってる。え？切れない。こいつどんな顔だよ。まあ進むか。こいつ、いやこいつ絶対強いけど、なんでみんな動かへん。あっち行けるの。はいはい、さてノクト、ここでちょっと頭をひねってもらおう。ひねる。お前が目的のものを手に入れるには、この城のどこかに隠されている地下への入り口を見つけなくてはならない。地下への入り口。うん。だが、その場所への入り口には、敵が侵入できないように、硬い扉で閉ざされているのだ。その場所がどこで、どうやったら扉が開くか、お前にはわかるか。手がかりはこの城の至るところにある、紋章の形だ。トライフォース？じゃあ、ここ出れんの？え、出れる。嘘。あ、いた、あ、いた。でもバリアが張られてるんだ。海の下、いや、やっぱ水没してるんだこの城。ちなみに俺ね、時系列とかは、俺あんま、知らないんだよね。あんま覚えてないんだよね。てか、わかんないんだよね。友達に言えば。あ、え、あ、そういう感じ。あ、動かしていくってやつか。多分。あ、ちょちょちょ。これ結構時間かかると。これでやれば、あ、違う。でもさ、これやったら俺出られなくなるんだよ。あ、全然だ、大丈夫だった。さあ、トライフォースの形が完成したけど、うん、開いた。じゃあ開いたけど、ちょっと一回録画の確認。よし、大丈夫だったから、ちょっと行くか。さあ、地下室の中に入る。何があるんだっけ？てか、何があるんだ？何があるんだっけって。知ってる口調で言っちゃったけど。あ、水か。聞こえてるかね？さすがだな、ノクト。
あの資格を見破るとは大したものだ。いや、あれは簡単だと思うけど。さあ、目の前にある剣を手にするのだ。あのガロンドロフを地上から消し去ることのできる大魔の剣、マスターソード。やっぱりマスターソード引き抜いちゃおう。うん、ああ意外とスッて抜けるんだ。え、動いた。はい、光がす、なんか、はい、よ、色戻ってる。色戻ってるんだけど。うわあ、動いちゃった。しかも敵、待って、この敵の数は多くね。俺やられるぜ。うん、色が戻ったし、かっけえ。マスターソードを手に入れた。時の勇者が使ったとされる伝説の大魔の剣。あれ、マスターソードってこんな形だったっけ。なんかさ、手のさ、手を持ってる、あの、手を切られないようにする、あの、守る部分あんじゃん。多分今画面でパッて拡大してるんだと思うんだけど、そこ広がってなかったっけ。俺があの、スマブラとかでさ、結構見るんだけど、トワイライトプリンセスでも、そこが開いてるんだよ。ノクト、さあ、地上に戻るぞ。急いで船まで戻ってくるのだ。はいよー、戻りますぜ。うん、この曲はあんま聞かないな。てか聞かないな。じゃあとりあえずお前これ閉じた瞬間みんなから襲われるんだよ。はい、剣出して。今仲間切ったよ。危ない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 。よいしょ。お、すげえ、いった。やばいやばいやばい、お前3人はバカバカ。あ、なに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 、わかんねえわかんねえ。仲間割れが多いんだよ。よいしょ。はいはい、ああ、それでいいんだね、武器。いや、矢が落ちてるな。オッケー。おぉ。よいしょ。切った。あ、おい、は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 い、私のターン。まあ、マスターソードよりこれの方が強いと思うんだけど。いや、俺が思うに。あ、いけねえんだ。ゴリ押していこうと思ったけど、いた。ちょっと痛え。あ、いけるようになった。で、外見れなかったよね。ちょ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 、行くか。出れないよね、やっぱ出れないよね。あー、見えるわ。へえ、これね、調べたんだけど、時のオカリナの7年後の世界で、でガノンを倒せなかったから、まあ
なんだっけ、一回マスターソードで大人になるじゃん。で、子供の状態で行ったら、まあ、ガロンは倒せないまま、まあ、元の時代に戻っちゃったから、もうその時代はガロンは倒してないのね。で、ガロンをその封じ込めるために大雨があったんだよ、この世界に。で、このその世界というか、この土地もうそのまま沈めて、で今マップ開けない、最初の主人公の島とかもあるじゃん。あと他にも何だっけ、いろいろあるけど、そこはなんか山のてっぺんだったんだよ、もともとは。でも海がまあなんか水位が上がって、今はその島になったらしくて。で、あともう一つ面白いなって思ったのが、コキリ族っていたんだよ、時のカリナに。それが、コログらしくて、コログはなんか、迷子になった大人のなんか、なり果てみたいな、どうとか言ってたやん。それの姿は、もともとコキリ族だったんじゃないかみたいな、言われてらしくて。で、その、リト族に関しては、なんか、ゾーラの、その、ゾーラが先祖らしいのね、言っちゃえば。てかゾーラのその先祖の理由はなんかあんま詳しくないんだよ俺はね。ネットで見たようなやつを言ってるだけなんだけど、なんかあいついたじゃん、ハーブっていうのかな、なんか音楽楽器持ってたやついたじゃん。そいつとラルトってやつがいて、ラルトの楽器と同じらしいのね。関係あんのかな。え、多分俺これ違うわ。多分違う。じゃあ話すか。あ、話す前に。みんなごめんね。本当に語彙力ない説明をしてて。じゃあ、はい。さあ、準備は整った。早く船に乗って北道を戻り、魔獣島にリモートを助けに行くぞ。急げの奥と。あ、そうだ、俺妹助けに来たんだ、そうだった。忘れてたわ。ガノン倒したらさ、あれなのかな、海なくなるのかな。それは分かんないけど、ガノンを封じ込めるために元だといえば、そのあれだったんでしょ、沈めたんでしょ。あ、わかった。いや、普通に間違えたわ。デクロ派で動こうとしてたわ。さあ、魔獣島か。いや、そうだ、せっかくだから、俺弓矢をゲットしたから、その前回竜巻起こして嵐を起こして俺を吹き飛ばしたやついるじゃん。そいつを矢で撃ち抜こうと思う。でも本題はその嵐乗ってるやつに会えるかってことなんだけど。あ、来た。あいつらおい、来いよ、撃ってやるよ。お前ぶち抜いてやるよ。はい、早く。オッケー、おっしゃ、倒した。めっちゃ矢消費したけど。お前いい腕してるな。めっちゃ外したけどね。あ、そんなでかかったんだ。俺様の動きを見切ったのはお前が初めてだ。さては、かなりの風使いと見た。ならばこの動きは見切れるかな。あー、歌か。
え、どうした、やっぱり俺ついてこれるか。下、右、左、上、あ、下、右、左、うわ、全然間違ってた。ハヤテの歌を覚えた。やるー、お前みたいな風世界に使ってもらえれば俺様の竜巻ちゃんも幸せってもんだぜ。大海原を風のように移動したかったら竜巻ちゃんもうまく使うんだな。さあちょっと俺様を家に帰るとするか。じゃあな、アバよ。そう、これでなんだっけ、なんか移動が楽になるんじゃなかったっけ。オッケー、また忘れるとこだった俺。これで移動速くなって、行きましょう。